皆さんどうもこんにちは、ひろしの隠れ家です。今日はですね、新発売されたウイスキーがあるということでですね、早速買いに行きたいなと思います。行ってきます。はい、いかがだったでしょうか。まあ、行きつけの、ね、酒屋さんにちょうど入荷したばかりのボトルを購入してきました。帰りにね、山屋さんにも寄ってみましたが、そちらにもね、入荷しているようでしたね。そんな新発売されたウイスキーはですね、こちら、じゃん、ジョニーウォーカーレッドライフィニッシュです。こちらはですね、世界一売れているスコッチウイスキーのジョニーウォーカーが展開するブレンダーズパッチシリーズの一つです。中のボトルはですね、このような形のボトルになっています。ブレンダーズパッチシリーズとは、既成の価値観にとらわれず、ブレンダーが豊かな経験や個性に基づいて思い描くブレンドを形にしたクラフト感あふれるシリーズです。12名のブレンダーの個性と豊かな発想、それを実現する約800万ダルのストック、卓越したブレンディング技術から作り出されるシリーズ、それがブレンダーズパッチシリーズです。そんなブレンダーズパッチシリーズから2020年10月2日に数量限定で日本では発売されたばかりのジョニーウォーカーレッドライフィニッシュ、こちらのボトルになります。こちらのね、レッドライフィニッシュ、情報から、世界ナンバーワンスコッチ、ジョニーウォーカーがアメリカンウイスキーにインスピレーションを受けてつけたアメリカンウイスキーを連想させる新しい味わいのスコッチウイスキーです。ライウイスキーはアメリカンウイスキーの一つで、こちらのボトルはライフィニッシュの言葉通り、熟成の最後にライウイスキーだれで寝かせて原酒をブレンドしています。はい、ということでですね、こちらのアメリカンウイスキーのライウイスキーの樽で熟成されたレッドライフィニッシュになっています。通常は大麦麦芽を原料にしてウイスキーは作られるんですが、アメリカンウイスキーのライウイスキーはライ麦を主原料としたウイスキーのことです。有名な銘柄ではノブクリークライやワイルドターキーライなどがありますね。スパイシーな味わいが特徴的だそうです。そんなアメリカンウイスキーとスコッチウイスキーが混じり合ったらですね、どんな味になるのか、すごく興味深いですよね。こちらはですね、山形県の先ほどね、小さな酒屋さんで購入させていただきました。価格は1480円、容量は 700ml、 アルコール度数は40度となっています。そんなね、新発売されたジョニーウォーカーレッドライフィニッシュを早速飲んでみたいなと思います。このようにですね、色味は結
構少し濃いめの黄金色ですかね。綺麗ですね。はい、それではですね、早速香りから。香りはですね、バーボンですね。やっぱりね、少しちょっと何でしょうね、香材っぽい香りというか、そっち系の香りもちょっとどうしてもしますね。では早速いただきます。バーボンです。このね、独特なビター感と独特な風味がやっぱりあって、ビター感とね、あとちょっとキャラメルの甘さがね、すごく際立ちますね。ちょっとね、このキリンのウイスキーっぽいニュアンスもありって、この値段にしてはね、すごくこの感じを出せるこのジョニーウォーカーがやっぱりすごいなと思いますね。バーボン感をスコッチウイスキーに織り交ぜるんですからね、この技術はすごいですよね。で、結構味わいも軽やかなので、こうスイスイと飲めるような感じですかね。いや、しかしね、いいですね。結構こうアメリカンウイスキーの特徴も出ていて、まあ、それでいてね、こう後味はスコッチウイスキーの良さもあるんですよね。で、アメリカンウイスキー強めなんですが、まあ、うまく融合しているんじゃないかなと思いますね。まあ、しかしながらね、どうしても日本発売第2弾のね、こちらの実はワインカスクブレンド、まあ、こちらに比べるとね、こうインパクトというかね、やっぱりこう感動はね、ちょっと欠けちゃいますかねと私はね、個人的には思います。まあ、それだけね、こちらのワインカスクがすごく美味しくて衝撃的だったんですが、このね、ジョニー・ウォーカーのブレンダーズ・バッチシリーズって、まあ、世界的には第1弾で、まあ、今回のね、このレッド・ライフ・フィニッシュ、第2弾でこちらのトリプル・グレーン・アメリカン・オーク、第3弾でこちらのワインカスクブレンドの順番で発売されているんですが、日本ではトリプルグレーンアメリカンウォーク、ワインカスクブレンド、レッドライフィニッシュの順番で発売されています。これはですね、ジョニーウォーカーが日本でバーテンダーさんや専門家にサンプルを渡して、日本でどれが受けるかっていうのをあらかじめリサーチした上で発売順を決めたと言われています。まあ、今回のね、レッドライフィニッシュって世界的には一番最初に出たんですが、日本ではね、3番目に発売されたということは、まあ、あまりね、日本人好みの味わいではないと判断されたんじゃないかなと、まあ、その辺のね、真意は分かりかねますが、まあ、私の予想としてはですよ。正直ね、どうしてもちょっとこう個性が強すぎる味わいというか、日本人向けではないような気もします。どうなんでしょうね。いや、しかしね、このジョニーウォーカーのね、このブレンダーズバッチシリーズっていうのは軽やかで飲みやすい味わい、かつ新しい製法をね、取り入れてコストパフォーマンスにも優れたシリーズになっているので、まあ、気軽にね、楽しめる一本となっています。ぜひね、皆さんもこの3本の中からね、何か一つでもお試しいただければいいんじゃないかなと思います。今日のひろしの隠れ家は、田舎の酒屋で購入した新発売ウイスキー、ジョニーウォーカーレッドライフィニッシュをご紹介させていただきました。ではまた。